エヴァの一問一答。今回は地理の記述問題一問一答です。5冊の問題集から記述問題を集め、よく出てきた問題に重要マークをつけています。まずは日本の姿です。領海とはどのような海域のことか、主権、沿岸の語句を使って簡単に書きなさい。国の主権が及ぶ沿岸から12海里までの海域。排他的経済水域とは、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利を持つ水域のことである。では、排他的経済水域の範囲を説明しなさい。領海の外側で、海岸線から200海里以内の海域。沖ノ鳥島が海面上昇などにより、日本の領土でなくなった場合の影響について書きなさい。沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域が失われ、資源を利用できる権利がなくなる。他の国と比べて、日本の領海と排他的経済水域が国土面積の割に広いのはなぜか、簡単に書きなさい。細長く連なった島国で離島も多いから。外国の河川と日本の河川を比較した資料である。日本の河川の特徴を、川の長さと流れの速さに着目して書きなさい。日本の河川は長さが短く、流れが速い。地図中の囲いで示した区域は有名なリアス海岸である。リアス海岸の海岸線の形状にはどのような特徴があるか簡単に書きなさい。出入りが多く複雑な海岸線である。資料1は実績浸水深を示している看板で、資料には東日本大震災後に設置された看板である。このような看板が設置されている目的を書きなさい。過去の災害を知ることにより、これからの防災や減災に役立てられるから。全国の市町村などで作成しているハザードマップは、どのような目的で作成されるか、簡単に書きなさい。自然災害などによる被害を予測するため、災害発生時の避難場所や防災関連施設などの情報を示すため、次は、日本の地域的特色です。日本海側の地域では冬に雪が多く降ります。この理由を季節風、山地の語句を使って書きなさい。日本海を渡る季節風が水分を含んで雲を作り、山地にぶつかって雪を降らせるから。太平洋側のこの地域で夏の降水量が多い理由を書きなさい。太平洋から湿った南東の季節風が吹くから
日本の現在と将来の人口ピラミッドを表した資料1、2のうち、将来を表す方を選び、そちらを選んだ理由を書きなさい。将来の人口ピラミッド、資料2。理由、老年人口の割合が高く、少子高齢化が進んでいるから。日本の人口ピラミッドの人口構成が将来的に変化し、少子高齢化が進行した時の問題点を、労働力の語句を使って簡単に書きなさい。生産年齢人口が減少して、労働力が不足する。農業において、高知平野や宮崎平野で盛んな促成栽培とは、どのような栽培方法か書きなさい。ビニールハウスや温室で野菜を作り、出荷時期を早める栽培方法。農業において、長野県や愛知県の渥美半島で盛んな抑制栽培とは、どのような栽培方法か書きなさい。高齢地などで野菜を作り、出荷時期を遅らせる栽培方法。日本の遠洋漁業の漁獲量が以前より大幅に減少した理由を簡単に書きなさい。排他的経済水域が設定されたため。資料は名古屋港と成田国際空港から貨物輸送された輸出品の上位3品目である。成田国際空港から輸出された品目を見て、航空輸送にはどのような貨物が適しているか、重量、価格の語句を使って簡単に書きなさい。航空輸送には重量が軽く、価格が高い貨物が適している。貨物輸送において、比較的重い製品は船舶による海上輸送で行われるのはなぜか、その理由を簡単に書きなさい。海上輸送は安く大量に輸送できるから。水力発電所の場所を示した資料を見て、このような場所に作られた理由を簡単に書きなさい。ダムの水を利用する水力発電所は山地に建設されるため、日本、アメリカ、フランスの発電量の内訳を示した資料である。アメリカやフランスと比較して、日本の発電量の内訳の特徴を書きなさい。日本は発電量のほとんどを火力発電に頼っており、原子力発電の割合が低い。日本のエネルギー事情における課題を資料1を踏まえて説明しなさい。日本はエネルギー自給率が低く、資源を外国からの輸入に頼っている。日本の工業地帯、工業地域が、おおむね臨海部に立地している理由を書きなさい。船を使った原料の輸入や、製品の輸出に便利だから、
扇状地はどのような場所に見られるか簡単に書きなさい。山地を流れてきた河川が盆地や平野に出るところ。扇状地は主にどのように利用されているか、この地域の特徴を明らかにして簡単に書きなさい。水はけが良いため、果樹園に利用される。資料1は、2015年の若手農家と非若手農家における稲作単一経営の1戸当たりの経営規模を示している。資料2は、2015年における作付け面積別の米の生産費を示している。この2つの資料を見て、一般的に若手農家は非若手農家に比べてどのような経営に努めていると言えるか書きなさい。若手農家ほど経営規模が大きく、単位面積あたりの米の生産費を低く抑えて効率的な経営をしている。新たな産業に6次産業化という取り組みがある。これは第1次産業、第2次産業、第3次産業を組み合わせて作られたものである。では、6次産業化とはどのような取り組みか、各産業の意味を踏まえて書きなさい。地元の農産物や水産物を加工し、地域ブランドとして販売する取り組み。次は九州地方です。グラフは東京都中央卸売市場におけるキュウリの月別入荷量を示している。キュウリの価格が高い冬に、宮崎県が多く出荷できる理由を暖房費の国を使って説明しなさい。宮崎県は温暖なので、冬でも暖房費を抑えた促成栽培ができるから。佐賀県では、二毛作が盛んに行われており、資料は同じ耕作地における1年間の利用状況をまとめた一例である。この資料から二毛作とはどのように栽培する方法か書きなさい。1年間に2種類の農産物を同じ耕作地で栽培する方法。九州南部の主に鹿児島県に広がるシラス台地の土の特徴を簡単に説明しなさい。水を通しやすい、かっこ水はけがいい。シラス台地の土地が稲作に不向きな理由を火山灰という語句を使って説明しなさい。火山灰が積もってできた土地なので、水を蓄えにくいため、資料は大分県にある八丁原発電所の写真です。この発電所は何によって電力を生み出しているか、簡単に書きなさい。盛んな火山活動による地熱を利用して発電している。2018年に福岡空港を利用した訪日外国人は
アジア州の国が 97% であった。福岡空港の訪日外国人にアジア州の人が多い理由を簡単に書きなさい。距離が近いため。沖縄県に見られる伝統的な住居は、家を石垣で囲ったり、屋根の瓦を漆喰で固めたり、一階建てにしたりして、家の作り方を工夫している。その理由を、この地域の気候に関連づけて説明しなさい。この地域は、台風の通り道になることが多いので、台風の襲来に伴う暴風雨の被害を受けないようにするため、次は中国四国地方です。飼料は東京へ出荷されるナスの月別量である。高知県産のナスが一般的な旬の7、8、9月以外に多く出荷されている理由を価格の面から簡単に説明しなさい。高い価格で売ることができるから、高知県がナスの旬ではない時期に出荷できる理由を気候と栽培方法に注目して書きなさい。温暖な気候を生かし、冬にビニールハウスを利用して促成栽培をしているから、瀬戸内海沿岸の地域、かっこ瀬戸内の気候の特徴を発生しやすい災害名を合わせて書きなさい。一年を通して降水量が少なく、水不足が発生しやすい。瀬戸内海に面した地域、瀬戸内が、年間を通して降水量が少ない理由を、山地の極を使って書きなさい。中国山地と四国山地に挟まれており、湿った季節風を山地が遮るため、瀬戸内にある香川県丸亀市では、ため池が多く作られている。その理由を、この地域の気候の特徴と、ため池周辺で行われている稲作に着目して簡単に書きなさい。瀬戸内は降水量が少なく、稲作に使う水を貯めておく必要があるため、1985年は香川県高松市から中国近畿地方へ3時間で移動できる範囲はこのくらいだったが、2021年はこの範囲まで広がった。この理由を簡単に書きなさい。本州四国連絡橋が完成したため、本州と四国を結ぶ橋、本州四国連絡橋が開通した結果、四国の地方都市が衰退した理由を、移動の極を使って書きなさい。移動時間の短縮によって、大都市まで買い物などに出かける人が増え、地方都市の消費が減少したため、資料は本州四国連絡橋の3つのルートが開通したことによる交通機関別の利用量の変化を示している。資料から読み取れる交通機関の利用の変化について書きなさい。高速バスや自動車の利用が増え、船舶や航空機、
鉄道の利用が減った。次は近畿地方です。近畿地方で、千里、仙北、須磨などの地区にニュータウンが作られた理由を書きなさい。大都市中心部の人口増加に伴い、住宅地が足りなくなったから、大都市中心部に集中した人口を分散させるため。このグラフは、大阪府の工業用水の水源の変化を示している。利用する水源が変化した理由を、この地域で起きた問題を踏まえて簡単に書きなさい。地下水を汲み上げすぎて地盤沈下が起きたから。京都市で写真のような店舗デザインや看板、ポストが使われている目的を簡単に書きなさい。京都らしい景観を守るため、歴史的な景観を保全するため。三重県に見られるリアス海岸では、真珠などの養殖が盛んである。リアス海岸が養殖に適している理由を書きなさい。海岸線が複雑に入り組んでいて、波が穏やかなため。水質汚濁がひどくなった琵琶湖の水質を改善するため、滋賀県が制定した条例はどのような内容であったか、リン、合成洗剤の語句を使って書きなさい。リンを含む合成洗剤の販売や使用を禁止する内容。次は中部地方です。グラフは平成30年の東京都中央卸売市場におけるレタスの月別入荷量を示している。長野県が夏季にレタス栽培が盛んな理由を生産地の自然環境に着目して書きなさい。長野県の生産地は高地に位置し、夏季にレタス栽培に適した涼しい気候となるため。北陸では農家の副業として屋内で作業できる工芸品などを生産し、この技術が地場産業の発展につながった。北陸で副業が盛んになった理由を気候の面から簡単に書きなさい。冬になると雪に覆われ、農作業を行うことが難しかったから。中部地方では、北陸、中央高地、東海と3つの地域に分けられる。このうち、中央高地の気候や降水量の特徴を、他の2つの地域と比較して書きなさい。他の地域に比べて、夏と冬の気温差が大きく、降水量が少ない。資料1は、右の地図中の名古屋、松本、福井の1月と8月の気温と降水量を示している。このうち、福井の気候の特徴を資料の値から読み取り、簡単に書きなさい。
類は冬の降水量が多い。飼料は東海地方の工業が盛んな地域である。これに象徴されるように、工場はどのような場所に多いか簡単に書きなさい。輸送に便利な高速道路沿いや臨海部に多い。4つの工業地帯の工業生産額の割合を示している。他の工業地帯と比べて、中京工業地帯にはどのような特徴があるか。生産額と特に盛んな工業に着目して書きなさい。生産額が最も多く、機械工業の割合が高い。次は関東地方です。グラフは東京都中央卸売市場におけるキャベツの月別入荷量を示している。春キャベツ、冬キャベツが出荷されない夏に群馬県の出荷が多い理由を書きなさい。群馬県は高地の涼しい気候を生かし、キャベツなどの高原野菜を栽培しているから。近年、新鮮さが重要な農産物が、グラフのように大消費地から離れた地域でも生産が盛んになった。この理由を道路網の語句を使って書きなさい。道路網が整備され、保冷トラックで長距離輸送ができるようになったため、他の地域と比較して、関東地方で野菜、芋類の生産が盛んな理由を書きなさい。農産物を新鮮なうちに、近くの大消費地に出荷することができるから。資料1は関東地方でも内陸にある群馬県前橋市の雨温図です。新潟県の雨温図と比較して前橋市の冬の降水量が少ない理由を書きなさい。北西の季節風が日本海側に雪を降らせた後、乾いた風となって吹き降りてくるため、資料は関東地方における8月の月平均気温でヒートアイランド現象を表している。ヒートアイランド現象について説明しなさい。都市の中心部の気温が都市化の進行によって周辺地域よりも高くなる現象。東京大都市圏では地震や台風などにより公共交通機関に乱れが生じ、帰宅困難者が出ることがある。その理由を資料 1-2 の内容に触れて書きなさい。東京23区に周辺の地域から通勤通学する人が多く、その中で鉄道を利用する人の割合が多いから。
都市部の地面はアスファルトやコンクリートなどで覆われた部分が多く、雨水が染み込みにくいため、大雨が降った時に浸水による被害が生じることがある。資料1の渋谷駅東口地下にできた施設は、こうした被害を防ぐためにどのような役割を持つ施設か簡単に書きなさい。一時的に雨水を溜めておく施設。最後は東北、北海道地方です。東北地方のこの地域に吹く山瀬とはどのような風か説明しなさい。東北地方の太平洋側で夏の時期に吹く冷たく湿った北東の風。東北地方の太平洋側に吹く山瀬によって起こる冷害とはどのような被害か、日照時間の語句を使って説明しなさい。冷たい山瀬が太平洋側から吹くことで、霧や雲が多く発生し、日照時間が減少して、稲の成長に影響を与える被害。東北地方の米の生産において、1994年に銘柄米一目惚れが笹錦の作付面積を上回った。その理由の一つとして考えられることを、資料1、資料2から読み取り書きなさい。冷害の影響を受けやすい地域なので、耐冷性の強い一目惚れが栽培されるようになったから。東北地方や北海道では、稲作をやめて他の農産物を栽培する転作を多くの農家が行ってきました。その理由を政府の語句を使って書きなさい。政府によって米の生産量を減らす減反政策が行われたから。三陸海岸の沖合が世界有数の豊かな漁場である理由を書きなさい。黒潮と寒流の親潮が出会う潮目があり、魚が豊富なため、資料は農家1戸あたりの耕地面積を示している。他の都府県と比較して北海道地方の農家の特徴を書きなさい。北海道は1戸あたりの耕地面積が広く、効率よく大規模な生産が行われている。北海道の太平洋側の沿岸地域では、夏に濃霧が発生しやすく、気温が低い。濃霧が発生する原因を、親潮の語句を使って説明しなさい。夏の湿った季節風が寒流の親潮の影響を受けて冷やされ発生する。お疲れ様でした。今回は中学社会地理の記述問題
日本編の一問一答でした。今回5冊の地理問題集から記述問題を集め、よく出てきた問題に重要マークをつけています。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。